素朴な疑問。フェミニストさん、日本人のグラビアアイドルの水着撮影会には難癖つけて、韓国水かけフェス日本上陸には難癖つけないんですか？がネットで話題。内容はこちら。フェミニストに対する素朴な疑問が話題のようです。ではアミさんのツイートより内容を見てみましょう。アミ、フェミニストさん、日本人のグラビアアイドルの水着撮影会には難癖つけて中止に追い込んでおきながら、韓国水かけフェス日本上陸には難癖つけないんですか？日本人差別だ。フェミニストの批判の基準が全くもって理解不能ですね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。さすがダブスタ連中、ある意味ブレてないな。確かに卑猥だと言わないのか。ついフェミの皆さん、韓国女性が性的搾取されてますよ。抗議とかしないんですか？水着撮影会を中止に追い込んだ共産党のノブマルのおばさんたちの意見をぜひ伺いたいもの。なんで性搾取だって騒がれないんだろ。フェミのダブスタはすでに周知の事実のようですね。次はこちら。水かけなんて昔からあった。何でもかんでも韓国初言うな、かっこ怒り。そもそも来ないでほしいです。そりゃ韓国から金もらってるんじゃね。大きなお金が裏で動いてるかいないかなのでは。平等に文句を言わないところが気に食わねえ。一貫性がないから公金チューチューとか言われんだぜ。だから大嫌いです。わかりやすいね。まあビジネスフェミニストですから。わら、大きなお金が動いてそうな気がします。次はこちら。日本なら絶対反対するけど、中韓なら絶対スルーする案件多すぎない？だってそういうことだもん。フェミニストは中朝の工作員って本当ですか？だってお仲間だもの。同胞のやることに文句言うわけない。日本は叩いても韓国は叩かず、これではフェミの正体が丸わかり。マジでお里が知れるね。本当になんで日本のフェミとパマルクはシンクロしてんだ？おそらくお仲間なんでしょう。最後はこちら。だって反日だもの。日本的になるもの、日本人がやるものは全て差別であり、人権侵害というお気持ちが活動の原動力になってる。活動家なんてそんなもんだろ。日本人にはケチをつけるが、韓国人には何も言わない共産党。日本のフェミニストの多くは韓国人だから、というより、韓国人が日本人ヘイトをするために日本人フェミニストを装っている。フェミってほんまかいしかないな。日本のフェミはなんだか反日活動家にしか見えませんよね。結論。日本のフェミニストは常日頃から女性の人権が、性的搾取が、と発狂し、なぜか日本の女性の仕事を奪い、日本の文化を破壊しようとします。しかし、韓国のこととなると、なぜか沈黙を貫き、ダブスタを決め込みします。一体フェミニストの批判の基準って何なのでしょうかね。もしかして、ただ単に反日だということなのでしょうか。まあ日本のフェミは、エセフェミであり、ビジネスフェミであり、工作員の可能性大ですからね。すでに周知の事実です。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。